アーメドムサは、ナイジェリア女子出身のサッカー選手。アルナスル所属。フィファワールドカップにおける、ナイジェリア歴代最多得点記録を保持する、A 代表フォワード。2008年から、ナイジェリアのジュス FC でプレーし、翌年は、カノピラーズ FC に所属した。ここで、シーズン18得点し、リーグ最多得点記録を樹立した。2010年の夏、オランダの BBB。 フェンローに移籍した。10月30日、FC フロー人間戦でデビューした。2012年1月13日、ロシアプレミアリーグの強豪 PFC チェスカモスクワへ移籍をし、スペインで合宿をしていたクスカに合流した。2012年2月21日、UEFA チャンピオンズリーグ2011から12、ベスト16のレアルマドリード戦でチェスカモスクワの選手として、 デビューを飾り、64分にセクオリセイと交代するまでピッチに立った。また UEFA チャンピオンズリーグ初出場でもあった。2013年12月10日、UEFA チャンピオンズリーグ2013から14、グループリーグ最終節の FC ビクトリアプルゼニ戦で、本田圭介のクロスに頭で合わせてチャンピオンズリーグ初得点を記録した。 2016年7月8日、レスターシティ FC との契約が発表された。2016年10月22日、ホームでのクリスタルパレス戦で、レスターでの公式戦初ゴールを記録した。高額な遺跡金での加入であったが、イングランドのサッカーに馴染むことができず、徐々に出場機会を減らし、失意のシーズンを送った。2018年1月30日、チスカ・モスクワに、 シーズン終了までのレンタル遺跡で復帰。2018年8月4日、アルナスルへ移籍した。2020年10月、クラブからムサの対談が発表された。ナイジェリア代表として2010年にデビューした。2011年3月11日のケニア戦で代表初得点を挙げた。2014FIFA フフワールドカップグループリーグ第3戦のアルゼンチン戦では2得点を挙げた。 サンデー・オリセイが代表の監督に就任してからは、ナイジェリア代表のキャプテンに任命される。しかし、サンデー・オリセイが監督を辞任したため、キャプテンの座をミケル・ジョン・オビに譲った。2018FIFA ワールドカップの代表メンバーにも選出され、グループリーグ第2戦のアイスランド戦で2得点を挙げた。2018年5月13日現在出展、ソカーウェイ、A 試合。 入れ替え戦特典、入れ替え戦、B ロシアスーパーカップ C ロシアスーパーカップ D ロシア、スーパーカップ F はコミュニティシールド2018年10月16日、現在出展、national-footbal-teams.com。ありがとうございます。